はい、どうもチューバーチャンネル TV 神庵です。今回も無双スターズゲームプレイやっていきたいと思います。今回は小悪の現実プレイしていきたいと思います。参ったな。どう開始。ここが民が行方不明になったっていう森。まあ確かに不気味だね。どう民を探し出し救出せよ。発見しました。これが今の国よ。見覚えのある姿ですね。こんな心で会うとは思いませんでした。あなたが呼ぶなら終わり。ありがとうございます。民の捜索中に自分も迷ってしまいました。進んでも進んでも同じ場所に戻ってしまって、もうヘトヘトですよ。松明兵と共に半分を捜索せよ。思い知りましたか。行きましょう。霧で何も見えないね。慎重に行こう。モンスター出現。化け物だ。任せて。これは霧の壁。先には進まない方が良さそうだね。はあ。びっくりした。こんなに暗くては危なくて進めませんよ。青い花、綺麗だ。でも、なんだろうこれ。来たよ。増えた。記憶のチャンスが力を作り出す。これが私の錬金術。やっぱりこの森おかしい。もしかして邪妖の仕業かな。これで敵将撃破しました。あれ、ここは森の入り口。振り出しに戻っちゃったよ。また花。これ何かの目印かもしれないね。その通りに進んでみよう。望まれたから。そこ、記憶のジャンプが力を作り出す。これが私の錬金術。錬金術の力、思い知りましたか。敵将撃破しました。
誰を倒すの？今の声、行方不明の人じゃない？おーい、助けに来たぞ。素晴らしいですね。わー、すごいです。真似してみたいな。どうやらこっちみたいですね。種発見いたしました。どうかお助けください。ありがとうございます。もう二度と出られないと思っていました。ダースティン、こいつらどこから。ないかな。今すぐここから去るんだ。すぐには効かないか。美しいお嬢さん、少しだけ君の力を貸して。勇敢なお嬢さん、少し術を強めてみるから時間稼ぎを頼めるかい？うん、なんか絵に描いたような色男さんだな。俺はダリウス、この森に住んでいる。留守の間に怖い思いをさせてすまなかったね。今奴らに暗示をかけているんだが、彼らには俺の術が効きにくいらしい。確かに敵の力が弱まってるみたい。あの人結構すごいのかも。あなたはさっき何もないところから出てきたよね。その術で味方を安全な場所へ移せない？それは難しいね。敵の強い意志に阻まれているのか。ここでは少しの距離しか移動できないんだ。さあお別れだよ。よかった、うまくいったようだね。くそ、なんだこの森は。凶暴な化け物どもめ、どこへ行った。お前たちなぜこんな怪しいところにいる。さては、化け物の仲間か？火を使うつもりかな。森を焼かれたら、民を連れて逃げられなくなる。これは、鬼の仮面の出番か。お嬢さんたち、また手伝ってくれるかな。そいつを捕まえてくれ。俺が暗示をかける。俺の目を見るか。やっと元いた場所に火をつけなさい。Something about this weird forest suits you。 君も十分怪しいけどね。ま、同じ金髪同士仲良くしよう。
待て、森に火をつけろよ。何味方の陣地に火をつけてんだ。敵は大混乱のようだね。そろそろお引き取りいただくとしよう。てめえら、よくもやってくれたな。この森はこの世界での安住の地なんだ。それを燃やされては困るからね。錬金術は無双の力を秘めているのです。騒がしい連中はようやく帰ってくれたね。君たちの協力のおかげだ。さあお嬢さん、帰り道はエスコートしよう。エスコートか、いいね。今度リルに行ってみよっと。勝利いたしました。ねえ、うん、おお。そうだね。ねえ。新たなヒーローの仲間入り。ダリウスが仲間になりました。うん。うん。よかろう。いや。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、神谷でした。バイバイ。